チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回はね、豚バラとタケノコの美味しいご飯が進む炒め物を作っていきます。で、これ豚バラ肉がね、厚切りの焼肉用ですね。うん。で、タケノコ。これはもう安い水煮のタケノコ使います。で、これがね、110g。で、玉ねぎ、新玉ねぎ 110g。生姜が 10g。で、この豚肉が 200g ぐらい使います。で、小ネギがね、5本。で、今回はね、この、タケノコをね、タケノコの臭みを抜く美味しいやり方と、豚バラ肉って多めで炒め物するとどうしてもね、臭みとか出るんですよ。で、余計な油とか出て臭みが出るんで、それを、その辺をね、解消するやり方を注目してみてくださいと。で、前回もね、動画でやったんだけど、もう一回おさらいで、タケノコ、これ110g ですね。この穂先の部分と硬いね、根元の部分って分けて、こんな感じに切りますと。で、こっち根元の部分はちょっと硬いんで、ちょっとスライスするっていう感じですね。はい、じゃあフライパンにね、適当な量の、お水を沸かして、酒を大さじ1杯ぐらい、塩1つまみ、砂糖1つまみで、タケノコもね入れちゃっていいです。で、これでお湯が沸いたら2、3分茹でてくださいと。ね、で、茹でてる間にこれ新玉ねぎ、これを切っていきます。今日ね、繊維に沿って切ります。繊維に切って沿って切った方が見栄えがいいんですよ。生姜、今回これ細切りで、生姜焼きではないんで、まあ味付けは生姜焼きみたいな感じだけど、まあ、生姜焼きとはちょっと違うんで、で、生姜と、はい、じゃあタケノコをね、こうやって 2、3分茹でたら、ザルに開けちゃいます。このお湯まだ使うんで取っといてください。お湯はね、まだ使います。もう火止めちゃっていいです。で、これね、流水で水でザーッとね、さらしてください。水でさーっとさらす。これでね、安い中国産とかの水煮のタケノコが臭みが切れて美味しくなります。ちょっとね、ちょっとしたこれやるだけ。はい、これがタケノコのね、下処理です。まだね、お湯が綺麗なんで豚バラスライスを入れていきます。火にはかけないですよ。この豚バラが厚切りじゃないですか。だから表面の余計な油とかドリップとかのね、臭みをお湯でさっと霜降りにして取っちゃうんですよ。これがね、ワンポイント。これぐらいか。こういう厚切りの豚バラ肉って茹でると硬くなっちゃうじゃないですか。だからちょっと表面をこうしてしゃぶしゃぶとね、こんな感じで表面のね、色が変わるぐらい、こんな感じ。そしたらこれを取り出してお湯で洗うって感じですね。はい、で、これ表面にね、タケノコの匂いとかもついてますんで、これ水で洗います。見えるかな、水で洗ってこんな感じ。すごく柔らかそうでしょ。お肉が生なんだけど、表面の臭みだけ消えて、レアでピンクですっごくとろっとしてね。まあ、これがね、ポイント。これを焼肉にすんの。これがすごくね、臭みがなくて美味しいんですよ。ね、さっとお湯で洗って、で、冷たい水で洗って、締めてやる。ね、しゃぶしゃぶみたいな感じです。湯通し豚バラ。あ、この湯通し豚バラと、このね、アク抜きした水煮のタケノコ、これが今回のね、いい仕事をしてくれるんです。ではね、めっちゃやばい美味しいタレを作っていきます。これ紹興酒ね、紹興酒を大さじ2杯、紹興酒がなければ料理酒大さじ1と、
みりんを大さじ1にしてください、ね、こういう料理酒みりん1対1で大丈夫です、ね、これ三温糖または砂糖、大さじ1杯ちょっと甘め醤油大さじ2杯、はい、で隠し味ね、隠し味にオイスターソース、これでコクを出します。で、小さじ1杯大体です。そう、少々コショコショっと、はい、これで完成。このタレをね、まずまず混ぜりんこです。で、辛いのが好きな人はね、唐辛子とか、入れても OK です。唐辛子とか豆板醤とか好みで、今回はね、みんなが食べれるように辛さなしでいきます。今日は本当にもう簡単にいきますよ。めちゃくちゃ簡単にいきます。フライパンでいいや、ね、フライパンにこの霜降りした豚肉、これ油引かなくて結構です。油を引かずに焼いていってください。余計な油が抜けてるんで、しっとり柔らかくね、美味しくなるんですよ。臭みなくてできるんです。あ、まあ、大体豚バラ肉、豚バラ多めの炒め物ってあまりね、焼かないですね。油通しするか、油通しするって焼くって感じですね、中華は。だからもうすぐね、焼き色がね、つきますよね。あの、ホイコーローの材料とかも、こうやってね、作るやり方もありますよ。美味しいです。で、タケノコ。タケノコもね、一緒に入れて炒めてみましょう。ちょっとね、タケノコと、ちょっと中火から強めの中火ぐらいで、豚肉とタケノコをちょっと焼き色がつくまでね、焼いていくって感じです。これがね、大事なの。焼き色をね、つけてやる。ちょっとしたごめん、あ、いいねいいね。はい、そうしたらね、生姜。生姜入れます。生姜入れて、パッと炒める。生姜入れて、パッと炒める。これね、玉ねぎ。玉ねぎも入れます。これ新玉ねぎだから、もう新玉ねぎはそんな火通す必要ないんですよ。サッと入れて。サッと。はい、したら、さっきのタレ。タレを入れまーす。それも絡めるだけ。超簡単。それでちょっとね、煮詰める感じ。ネギで最後にね、ネギを青ネギドヤッと。あ、もう超簡単です。今日はおうちご飯、独身野郎の晩ご飯って感じ。はい、これだけ。これね、白気をこうなくすぐらい焼いた方が美味しいです。で、一番最後にこれ、ごま油ちょろっと小さじ2分の1程度、風味付けで入れて、はい、完成です。めちゃくちゃ美味しそう。はい、これですよ、これ。はい、もうね、もうめちゃくちゃ簡単なおかずです。うわ。テリテリ。うわ、うまそう。これね、豚バラ肉がね、とろっとして柔らかくてね、美味しいよ。はい、もうめちゃくちゃうまそう。豚バラ肉とタケノコの、甘辛炒めです。もうめちゃくちゃうまそう。最高です。下処理だけやればすごく簡単でしょう。ご飯のおかずにぴったりです。はい、じゃあこんな感じでね、豚バラ肉とタケノコの甘辛炒め、早速いただきたいと思います。タケノコとネギと豚バラ。ぺちゃんこウルトラスーパー美味しい。これね、うまい。タケノコ全然臭みないね。で、この豚バラとネギもね、美味しい。豚バラはすごくトロトロで柔らかくて、タケノコの食感とネギの食感とネギの風味、このタレがね、めちゃくちゃ好きだからうまい。もうね、このタレもほんと豚バラに合いますよ。うん、
もう定番でね、もうシンプルで簡単な炒め物だけど、こういうね、焼肉用の豚バラ肉とか厚めにスライスされた豚バラ肉を炒め物で使うときに、ぜひねこのやり方やってみてください。驚くほど美味しくなります。生姜焼きとかホイコーローとか作るときに、これすごくね美味しいんですよね。ぜひやってみてほしいと思います。最高にうまい。ご飯が進む。これお酒のおつまみにね、肉とタケノコの甘辛炒めっていう簡単おかずね、紹介させていただきました。本当にね毎日の献立にぜひね、今春なんでね、ぜひ加えてほしいと思います。もう本当ねやってほしいですね。でこの豚バラとタケノコの甘辛炒め、実装やってみようと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。それではまた見てね。今日はね顔出せないんで